ピピ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 、こんにちは、土の子です。さあ今回のパレットなんですけど、マニューバでね一度20回以上まで行ってるんですけど、まあ、やられて、リベンジになります。今回もう後半なんでね、もうどんどん激ムズ、難しいも余裕で行けるといいな、一時期使ってたからねマニューバとか。頑張ります。よし、まずはどんどんちょっと難しめのやつからやっていきましょう。今回もね一発で上上がっていきます。あ、最高記録一番上でやられてんじゃん。もう忘れたよ、忘れてたよ。よし、行きましょう。おお。このおぼつかない感じ大丈夫かこれ。おお、上がっちゃった上がっちゃった。おらおらおら、よし、ちょっと待て待て待ってくれたまえ。やべえ。インクない、インクない、もういい、もうインクない。あ、やべやべ、ちょっと待って、危ねえ。なんだよこれ、ちょ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 、んー全然なんか使えてねえ。嘘だろこれ、僕使ってたのマジで、自分でびっくりなんだけど、このもたつきを全く美しくない。ひどい。よし、お、2つ来てるね。インク効率サブか、サブはでも確かもう最後までいってんだよね、だからこれは取らないでいこう。普通にインクショットダメージ、よし、いくぜ。はい、おお、飛んでった。あ、君らはちょっと待っててくれたまえ。あれ、違う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 、よし、そう。跳ねるな。よっ、ほい、立てた、これか。あれ、危な、大丈夫これ、ちょっとちょっとやめて、よし。もたつく、さあ逃げる敵を撃ってかな。あー、これか、よし。おい、エイムゼロじゃん、ちょっとエイム力ゼロやん、嘘でしょ。あ、嘘。ダメだった今の。よし。こっそり動けば大丈夫。うわ、ブレ軽減。あ、いいね。よし、ブレ軽減もらいましょう。激ムズ。行くぜ。
トータルコアスね。回復させてね。ちょっと待ってね。おお早い。行け。よし。いい感じ。激ムズじゃない全然。ディスクパーツ確率アップしていいね。しゃあまだまだ気を抜くなよ。塔を登りきれなかったとしても最後にたどり着いたフロアまでの記録は残るんですよ。過去に追い出されたフロアからリトライできたりするんです。思いっきり攻めていこうぜ。ま砕けない方がいいんだけどね。よし。お難しいのばっかり。これいきますか。サポートカラーチップフィーバーだから。おーすげえ、これはすげえわ。おーい、あそこに2人いんのか。はい、オッケー。インクショットダメージちょっと気になるからもっといこう。残り1体で、待てー待てー、おーい待てーよし、あ、スライド回数、なにこれ、これ新しいやつじゃない。よし、いいぞ。スライド回数アップ、もしかしてピュ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 ンってできる。ピュ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 ンって。さあ、ポータル壊し、オッケー、よし、いい感じ。あれ、ダメだったマジで今の。マジか。次がここですかね。本当？なんか多くなってる。おら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 。わーい。まあいいや。やりました。スライド回数これだよね多分。ほらハマったー、やったね。こういう専用のやつって結構ここでやっといた方がいいんだよな、きっと。スライド回数いっぱいやっとこう。あ、スライドアタックもあるね。あ、でもディスクパーツ確率アップは絶対買っといた方がいいような気がする。よし、
でスライドアタックももらっとこう。いくぜ。次は強敵との戦いになります。ハチさんも先輩もどうか気をつけて。油断するなよ。分かってるって。行くぞハチ。頑張りましょう。さあボス倒していくよ。はい。危ない。今の危ない。怖すぎる。クリア。ラッキーボム確率いいね。2個めちゃめちゃ最初の方に苦戦した気がする。めっちゃ時間かかった気がするこれ。なんだよこれ。って言って最初の方にあると思います。メインショット貫通、普通インクショットダメージいきますか。ポータル壊しで、あら小粒ちゃんたちがいっぱい。本当だ、なんかいっぱいボム出てる。あら、よいしょ。全然か、進んでいこう。激ムズトラブルいくか。激ムズトラブルを余裕でクリアできるようになんなくては。スケルトン強化ね、オッケー。
やべ、危なー今の。ほい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 、ちょっとこれ進ませてね。危なー、うわっ、ちょっとこれやだよ、ちょっとやめてね。あ、やべ、ふむ、今ここまで来てるか、ちょっと待って、やばい、落ち着いて、だから避けて取っましょう。あ、いや、うっそ、下にいた、マジか、見えてなかった。激ムズトラブル、普通に負けるな。ちょっと待って、やべえな、普通にむずい。ここでまず行っといてもらう。よし、ちょっと大丈夫、できてる、やっべ、やっちゃった。え、うっそ、あとちょっとだったのに、マジかよ。なんでやられた、もう押し込もうと思っちゃった、マジか、きつい。だよね。危ねえ。激ムズトラブルきつい、やっぱブレ軽減やっときましょう。あー、これな、よいしょ、
あ、マジか。2つが干渉すんのあれ。よし、できた。よし、ここはもう自販機コーナーですね。ライフ回復できる。危なかったマジ。ギリギリで耐えるね、いつも。よし、セフセフ塗りラッキーコンボ。はいはいはい、塗りラッキーコンボはいいかな。これ食品リセットちょっとやってみる、どうなる。おお、いいね。確かに、なるほど。これちょっと今ね、練りコインが少ないからガツガツやんないけど、これ欲しいやつグッとできるね。これは強いわ。ディスクパー確率いこう。ディスクパーツ出しまくってもらって動きを止めれる。これでもうね、負けることはだいぶなくなりますからね。よし、突撃吹き飛ばし行きましょう。はい、イエーイ。よいしょー、やっちゃった。マジか、何してんねん。なんでミスってんねん。おかしいでしょ。ちょっと甘えたな今。さあ次、メインショット貫通にしようかな。さあエリア守りね。早速来てる。
よし。またスライド回数、ここら辺、いやメイン連射も欲しいけど、これスライド回数増やした方がいいのね、きっと。このマニューバー専用みたいなパレットもゲットしといた方がいいと思う。これか、嫌なやつ。よし、危なげなしに行けました。さあ20階のボス行きましょう。増殖ね、え、あんまやられたの僕、マジ。今突撃してきてくれなかった今。あそこか、危なー、めっちゃった。いやよかった。危なかった今の最後。えい、普通に死ぬとこでした。わあスライド回数欲しいなこれ。自販機でもちょっとライフがないのでここは行っとこう。ライフないのはちょっと危険すぎる。ここででもスライド回数とか出てくれたら嬉しいんだが、1、2回やってみる。まずライフを絶対的にこれして、ノックバック、バッテリー確率、ここで商品リセット。さあどうだ。あーあーはあ、もう一回やってみる。もう一回じゃ
あ、400かかんの次。じゃあ貫通にするか。よし、オッケー。貫通のやつ、いっぱいゲットしました。さあ次がラッキーボム確率が上がるやつが今3枚目か。じゃあラッキーボムにしようか。せっかく今集めてる感じになってるからね。で真ん中エリアを守る感じ。オッケー。でこれこっちからこっちから来る感じか。うん、ちょっと待ってね、こういうのゲットしとこう。敵がこっちからいっぱいと、なるほど。うわー、いっぱい来てる。感じ。これはもう大丈夫ですね、きっと。オッケー。よしよし。ブレ軽減。はあ。ブレ軽減でしょうね。同じのばっかり集めた方がいいと思うから。ブレ軽減が僕いまいちよく分かってない。こうあれでしょ、目の前にボン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 行くってことだよね、多分ね。あ、これね。あ、うそ、やば、待って落ちちゃった。おかしいの。さっきのこうやられたやつですね、これね。まあ、ちょっとずつ、おーい、はいはいはい。いけいけいけい、ビーン。おら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 、はいはいはい。あ、この上下に来るのやめてほしいな。じゃあここまで来てるわ。はいはいはい、頑張れ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 。はい、ブーン。もったいない、今の。くっそあ、でも結構やれてるわ、結構やれとったわ。これちょっとフロアリセットしようかな。フロアリセット欲しいのがない。
これメインショット貫通まだだよね。パレット5枚するとあこれいいね。メインショット貫通よし。トラブルだけどまあ大丈夫でしょう。スケルトン強化無限アルペッシオ、オッケー。もう近いじゃん。ちょっとやめて。これ。よーし、危ねえ、できた。危なかった。最後やられそうだったね。さてと、ここはどうしようかな。難しいボーナス、インク回復、ここでちょっと稼いどきますか。ワンチャンコンティニューの分は残しておきたいからな。さあエリア守り、オッケー。ナイスナイス。ここは自販機コーナー行きますか。かな。真珠買う。ラッキーコンボ。あ、リセット1回目は200なんだね。あー、音波ダメージかー。これはちょっともうやめとこう。真珠はたくさんもらっとく。さてと、ラッキーボム確率と激ムズインク回復速度。インク回復速度って確か、あーでもまだか。じゃあこれいきますか。インク回復速度、大丈夫かな。激ムズですが、これもでもそうでもないやつだよな確か。知ってるよこれ。ほらね、そうでもないでしょ。貫通が入ってるから結構強いねやっぱね。はい、うん、あれー
よいしょ。うわー、びっくり。はい、 OK。 ブレーキ軽減もまだなんだっけ。あ、ブレーキ軽減がこれで5枚揃いましたと。逃げる敵系ね。うわっ、どやばーい、やばーい。待って、まずいな、ちょちょっとこれ邪魔やな、ほんと。あとどこ？あれか。やばそう。よし、狙い定めて爆発。29回最後自販機いっときますか。で3000だけ残せばいいもんね。よし、いいぞ。まず真珠買う。ちょっと待って、パレットが今、はい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 、ラッキーコンボをちょっと続けるようにして、でちょっと一回商品リセット。なんだ、イカダッシュ速度か。イカダッシュね。はい、ラーストインク効率じゃあやめとくか。でインク効率をちょびっと買って300だけ残して終わりと。よし、こんなもんでいいでしょう。ここまでいい感じですね。いよいよ最上階です。あとは小高を抑えてパレットを再設定するだけだな。もうあいつと何回バトったか覚えてねえぞ。そろそろ観念してくんねえかな。あまり期待しない方がいいと思うけど。さあ行きましょう。次はなんて言ってくれるかな。もうあとラスニじゃないの。切ったよーん、やっほー。またまた来たのです。お前らに教えることはもうないのです。なんでまた来るです。もしかして小ダコに会いに。へい小ダコ、僕らの目的は最初からずっとパレットの再設定だよ。はっ、そうだったのです。パレットをあれしたければ小ダコと戦うです。バーン、もう待ってるじゃん。キュートな9番大ダコ。このせっかく出たのに縮まるのがもう毎回おもろいんだけど
やっと出たっていう感じなのにすぐに収まるっていうね。段階目はね、簡単なんで。ほい。よいしょ、次はどうか。よいしょ、おー固まっとるわ、大ダコが。大ダコ固まっとるが、かわいそうに。おーい、さあ最終チェック。よし、ここからちょっと油断できないよ。でも負けちゃうんだから。ブレ軽減ブレ軽減貫通の力を見よう。あ、やべ、ちょっと待った。あ、バカした、後ろのあれが見えてなかったね今ミスった。
よし、できました。何回爆発すんの。ああ、負けた負けたです。負けちゃったらしょうがないのです。そのパレットあれするといいのです。そろそろ戦うのはやめにしません。それはダメなのです。だって全部のパレットを再設定しちゃったら、しちゃったらだ、とにかくダメなのです。どうなるんだろうね。はい、ということでなんとかクリアすることができました。よかった。はい、今回もそこそこ5個のやつができたね。さて真珠はちょっと貯めつつ最後のとこ行きましょうか。なんか最後がめっちゃ難しいよってコメントで教えてくれてるんだけど、大丈夫かな。まったくこだこのやつマジで頑固だよな。よし、さあ残り最後だね。プレートをゲット。さあじゃあ次回はこちらノバですね。前ミスったノバをやっていきたいと思います。ということでよかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。